YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら。イタリアのローラーチームというメーカーのバンコン。リビングストーン5プレステージという車になります。乗車定員が4名、就寝定員も4名プラス子供が1名の車になります。こちらが外観になります。ベース車はフィアットのデュカト。全長がおよそ6メートル。高さが2650の車になります。日本のキャブコンより全長がありまして、一方で高さは2650。当然室内で立ち上がったり、着替えをするのにもストレスのない高さになっています。この大きな車がバンコンということで、さすがはヨーロッパの輸入車といった印象を受けます。こちらの車を作っているのがローラーチームという会社。もともとは1976年、イギリスのキャンピングトレーラーのメーカーであったキャラバンインターナショナルというメーカーがイタリアに販売拠点を設けたところから始まるんだそうです。2000年にそのキャラバンインターナショナルブランド以外にローラーチームというブランドを立ち上げて、若々しいダイナミックなデザインと最新の技術を取り込んだモデルをリリースされています。2002年には会社名をトリガノ SPA と変更されています。なんと車両の 80% 以上を輸出しているという世界に強いキャンピングカー屋さんになります。では、その室内お邪魔していきたいと思います。エントランス部分にはシルバーの電動ステップがついておりますので、高い段差を登る必要もありません。ヨーロッパの車ですので、車両後部のエントランスは右側についています。大きなエントランスには、スライド式の網戸もついていますので、扉を開けたまま換気をすることも可能。エントランス近くには、ワンタッチで足元を照らしてくれる照明もついています。続いて、ダイネット部分を見ていきましょう。運転席、助手席がくるっと回転する作りになっています。限られた室内空間を最大限ゆったりと使うことができます。また、運転席、助手席のシートも非常に疲れにくいいいものが使われていますので、食事の時もゆったりと座ることができそうです。ダイネットに使われている照明は間接照明になります。室内を優しく照らしてくれるので、目が疲れたりする心配もありません。運転席の上部には、こちらのパネルがついています。誰でも簡単に操作することができるようになっています。そしてその隣は収納スペースとなっています。後部のエントランスに近いところに配置されていますので、温泉旅などが好きな方はバスタオルなどを入れておいてもいいと思います。ダイネット上部はこのように開けることができるようになっています。天気のいい日は、室内の間接照明だけでなく、外からも光を取り入れることができるようになっています。こちらのくぼみの部分を持ってスライドさせますと網戸にすることもできます。上の窓を開けて換気することだってできちゃいます。このようにダイネット部分は一段高くなっておりまして、足元だけを照らしてくれる専用の LED 照明もついています。ダイネットのテーブルは3パターン展開が可能。シーンに応じて使い分けることができます。一つ目は現在ご覧いただいているような通常モード。二つ目がこちらのテーブルをパタンと
折り曲げて小さくして使うことができるんだそうです。3つ目はこちらのテーブルの下にスライド式の補助のテーブルが隠されています。シャキンとスライドさせるように補助のサイドテーブルを出しますと、お料理などに使うこともできるスペースを確保することができるんだそうです。続いてこちら、エントランス近くにあるシンクのサイド部分になります。このように引っ張ることができる取っ手がついておりまして、こちらを引っ張ると大きな収納スペースが出てきます。もちろん食器類をしまうスペースとして使ってもいいですが、エントランスに近いこともあるので、ワンちゃんを飼っている方などはこちらにお散歩グッズなどを入れてもいいと思います。また海外製の車になりますので、シューズボックスが独立して作られているわけでもありませんので、こういったところにビニール袋にしまった靴を収納することもできると思います。そしてこちらがキッチンスペースになります。ガラス製の上蓋を開けますと、2口のコンロ、その隣はステンレスのシンクになっています。日本でも使いやすいようにカセットガスでこちらのコンロを使うことができるようになっています。また大きなエントランス扉の近くにキッチンスペースが確保されていますので、調理の煙を外に逃がすことだってできちゃいます。もちろんキッチンスペースの上部には収納スペースが確保されています。このようにロックがついているので、そちらを押して開けることができます。深さが結構ありますので、こちらにお鍋やフライパンなどを入れてもいいと思います。キッチン周りの使い勝手も非常によく考えられておりまして、このようにレバーを下げると手を拭くためのタオルなどをかけることができます。当然キッチンの下も収納スペースとなっております。このようにワンタッチでロックを解除することができます。こちらにはお皿などを収納してもいいかもしれません。下段の収納スペースはこのようにお箸やフォークなどをしまうための独立の収納スペースもついています。ではそのまま車両後部に移っていきたいと思います。スライド式の扉を開けますと出てくるのがマルチルーム、お手洗いとシャワールームになっています。このように大きな鏡もついておりますので、朝お化粧をするときなどにも使えます。もちろんこのように収納スペースも確保されています。シャワーを使うときは水が跳ねても大丈夫なようにカーテンレールがついております。もちろんシャワーのヘッドをかけるフックもついています。マルチスペースの向かい、キッチンの隣にあるのが大型80リッターの冷蔵庫になります。取っ手は左側についておりまして、その隣にはこのようにスライド式のロックがついています。当然、冷凍庫の専用スペースも確保されています。続いて、冷蔵庫の上は収納スペースとなっています。見た目以上に奥行きがありますので、こちらにパスタや缶詰などを収納してもいいと思います。お待たせいたしました。
お待ちかね、車両の一番後部のベッドスペースを見ていきたいと思います。こちらの上段のベッドサイズは 1830×1320。 大人2名がゆったりと眠れるサイズが確保されています。嬉しいことに、小物を入れるためのサイドポケット、照明もそれぞれについておりますので、就寝時間が違くても大丈夫な作りになっています。またこのように、携帯電話やちょっとしたお飲み物などを置くためのスペースも確保されています。続いて下段のメインベッド。上段よりもさらに大きい 1850×1420 のサイズとなっておりまして、大人2名が就寝できるようになっております。当然下段にもサイドポケット、照明もそれぞれについています。続いてこちらが車両後部から見た映像になります。ベッドの下は大型の収納スペースとなっております。こちらのメインベッドを使わないときはマットレスを外すことができまして、さらに大きな収納スペースとして使うこともできます。両サイドにはこのようにボタンロック式の収納スペースも確保されています。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。